これまずマスターの予想の内容ですね。今日一般の方もいらっしゃるので、あの簡単に言うとマスターは、地震度というものがあって、その地震度に対してレースの展開のペースというものを設けます。スローなのかミドルなのか、はい、つまりハイペースなのかということですね。で本命馬の馬名があって、右から、右のところの2って書いてあるのはこれは本命馬の馬番ですね。でそこから、いわゆる相手が6頭あります。この場合で言うと15、17、16、18、3、8の6頭ですね。でその下のところでコメントがあります、ね、でマスターはですね、実は言うとレースの自信度っていうものを区分で分かれて5つに分かれていて、1つは P、 2つ目は C、 3つ目は D、 4つ目に穴 C、 5つ目に、まあ、これ最近出てきたんですけど穴 D というものがあります。で基本的に馬券の買い方はこの 1,2,3 って書いてある通りで、馬連とか馬単だったら本命から相手6点、3連複だったら本命から相手6点の15点、3連単だったら本命から相手6点の1着2着マルチの60点で、この中で基準倍率以上を書いてくださいっていうことに。目黒記念はですね、これちょうど先週ですけれども、これ、これ660倍だっけ、660、ね、これを取ってますね。2着3着逆だったら、逆だったらちょっと大変なことだったんですけどね。でその上で、リスクのコントロールっていうのを私たちは考えています。要は自分たちで馬券が買った時にどういう形だったら外れるかって話ですね。例えば2連系と3連系の馬券っていうところはやっぱり軸が3着になっちゃったら、まあ、いわゆる漏れるというか、2連系だったら外れちゃうんだけれども、3連系だったら、例えば3連符だったら拾えてる、でも3連単だったら漏れるということなんですね。ご自身のマインドのところも含めてのお話になるんですが、まずこれは高岸さんのアイデアでもあるんですけれども、まずメインとなる犬種、つまり自分がどういった馬券を買われるのかってことをまず決めた方がいいでしょう。軸をね、軸が3着の場合馬連とか馬単2連系は外れちゃうけれども、でも3連複だったら当たるよねっていう、そのリスクっていうものをちゃんとご自身の中で許容するって、ここが重要ってことですね。そうそう、どこまでそれを自分で許せるか、っていうことですね。そうですね。ですから多分この許せるかってことはイコール外れるってことなので、これに対して当然その資金の管理ってものはやっぱりすごく、なんでそれがそれでもいいっていう突き抜け、自分を貫くスタンスを貫けるんだったらそのままやればいいし、はい、それで、まあ、今日も多分東京の最終も3連休は抜けてるけど2連休はそこまで跳ね上がってない、それ悔しいなって思うんだったら、そう、ここ4ですよね、追加で検討してくださいねっていうところのリスク分散で、例えばこれだったら高配当の馬連プラス同じ組み合わせのワイドやれば、多分ワイドだったら全部拾えるでしょっていう、リスクを全部拾える、配当は減りますけど、そうやってリスクヘッジをかけるっていうのは一つの手。そうですね。でもそれはもうね、それこそメンタル次第っていうか、マスターはもちろん高配当を買えっていう話をもちろんしてますし、僕らもその意見はもちろん同調するんですけれども、ただ高配当を買っててあまりにも、例えばいや今日も50倍来なかった、生まれで50倍来なかったとかっていうのが、例えばですよ、3ヶ月か4ヶ月ついたらメンタル壊れるでしょっていう現実もあるんですよ。で競馬ですからそれは全然起こり得る話なんですね。でそういった時に、いや自分がもちろんそれでも一発後輩とかだったらそれはプラスになるっていうのが分かってても、目の前のキャッシュがこうやってどんどん減っていくってこと自体、メンタルがやっぱり辛いと壊れてしまうってことがあるんであれば、私たちはそれを多少回収率を下げてまででも当てるってこと自体は重要なのかなってことは思っております。馬券の購入履歴、これですね、まず皆さんしっかり管理しましょう。で今はインターネットで投票している方非常に多いと思うので、いろんなソフトとかアプリなんかでもご自身の投票履歴分かります。つまり自分がいくら今現状いくら投資していくら払い戻しがあっていくら勝ってる負けてるとかちゃんと分かるようになります。ここはちゃんと皆さん常に把握をしましょうと。でその上で自分のメンタルの中で、俺はちょっと今10万円負けてから辛いなっていう人でも、いやまだ10万円ぐらい負けてるんだからまだいけるわっていう人も当然いらっしゃるわけですね。でなのでその現状把握を持った上で馬券スタンスをご自身の中でちゃんとそれぞれ決めていただく方が正しいかなというふうに思っています。簡単に言うと、いわゆる3連系の抑え、特に3連単の抑えって言い方をマスターはしてありますね、うん、ここちょっと高市さんともお話しさせていただければと思うんですけれども、この考え方っていつもツイッターとか見てると、×の印は買い身に含めるかどうかっていう質問がかなりの頻度では出てくるので、これは考え方としてこうだろうっていうところは個人的な意見ですけど、まとめたところで、要は2連系の生まれ馬単はですね、×の1点を加えたときに6点が7点になるだけだから、まあ、それが後輩となるんだったら抑えてていいんじゃないっていうスタンス
で丸2の3連複っていうのは買う価値は僕はあると思ってると。でここに例に書いてあるのは2019年の12月28日の阪神9レースってバツ絡みで3連複700倍が出てるんですね。でこれが取れないと悔しいと思うんだったらバツを入れた方がいいっていうところ、はい、これですね。ちなみに、3連複で750倍、はい、で3連単で56万ぐらい5627倍っていう馬券なんですね。でこういったものが拾えるんですよ。ですからもちろんいや俺もちょっと今日50万馬券取ったぜとかっていうふうに自慢したいだとするんだったらリスクを犯してでも買うってことはもちろん一つの選択肢ではないのかなっていうふうには思いますね。僕はちなみにあんまり買いません。三連単は特にマルチにすると募集団が90点なんですけどそれが126点に一気に上がるからこれはもう決め打ちでパスしていいんじゃないかっていうのが今僕の今のところ の, あのずっとやってる馬券を買い続けてる人としての判断